リパプールはご存知の通り高強度のゲーゲンプレッシングっていうイメージを未だに持っておられる方は多いと思いますしそういうプレーも確かにあるんですけどえもう今ではすっかりポジション型になっているというかあの前はとにかくここでサッカーしたいからボーンってなるべく早くあのサラーとかに蹴ってえ押し込むってサッカーやってましたけど今はもう完全に組み立てるサッカーをしています。 その方が、えっ、ー、と、体力も節約できるし、確実に相手陣内に入れるし。逆感だ、逆のカウンターも受けない。という意味では。うんと、クロップ監督のやつはゲーゲンプレッシング。まあ、カウンタープレスっていうのは、言ってみれば、守備をするために攻撃をするみたいなところがあったわけですよ。それって、まあ、非常にいいかなってはいたんだけど。サッカー的には本末転倒なんですよね。攻撃した結果的陣に入るから、前でハイプレスしますよっていうのが、まあ。 普通の順序だからただ引かれちゃうとなかなか崩せないから一回入れてそれを取っちゃった方が崩しやすいっていうそういうまあなんていうの逆の発想みたいなので割と初期はやってましたが今は普通にキープして押し込んでそこでハイプレスも効きますよっていう作家にはなってます。でビルドアップのところが今期はすごく特徴があって。 この右サイドバックのアレクサンダー・アーノルドっていう選手がいて、えー、右足はベッカムみたいにうまいですただ右サイドバックとしては致命的に守備が脆い。<laughs> あの三笘にちんちんされてなんかもうネタになってたぐらいの選手だったんですけど今期も右サイドバックではありますただビルドアップの時に彼の能力を生かすとまあこれ黒っぽらしいですよね あの欠点をどうするよりもいいとこ生かせばいいじゃんっていう考え方が非常に健康的な考え方だと思います。でどうしてるかっていうと例えばこうビルドアップしているときに、まあ、偽サイドバックですねここ入ってきます。でここでボランチと、まあ、例えばはマカリステルとアレクサンダー・アーノルとっていうのが2人が軸になって、まあ、この偽サイドバック のゲーーーゲムメーカープレイーメーカーっていうのはまあ再度逆ですけどジンンンチェンコと同じパターンですねこれがセンターバック出てくるとあのマンチェスターシティの偽セ,センターバックみたいなのありますけどリバプールの今季のある意味売りはえアレクサンダー・アーノルドのここあのボランチをやるっていうこと。 左も結局上がっちゃうんですけど、まあ、一応形の上ではこんな形にしてるんですけどここの幅をどうするかですねで大体サラーは張ってるよりもなんかツートップみたいに入ってることが多くてその時にここ祖母スライえー、新加入か新加入の選手なんですけど正直ここまでやると思ってなかったんじゃないかっていうぐらい。 活躍してますソブスライがこっちの幅を取ってくれるあるいはアレクサンダー・ノルドがこのままサイドに張っててソブスライがここに降りてくるこの2人が結構融通してますよねこんなの中入ってくれば外開く外張ったら落ちてくるっていう感じで。 この2人でゲーームをコントロールしていもまあまあその辺がまあビルドアップで確定してるのは大体この4人は大体位置取りは確定しててあとは結構自由ですねえそれが今期のリバプールの特徴だと思います。でマカリステルとアレクサンド・アーノルドは結構ミドルロングのパスをピシピシッてつけられるんで。 まあ結構前がぐちゃぐちゃになってても振りになれればそこへボール届けられますよっていう感じのビルドアップになっております。守備はもう敵陣入っちゃえば前と一緒とにかく人捕まえてゲーゲンプレッシングで通るですねもうそこは変わうてないです 遠藤の役割は、えー、マガリステルのところです。要はこの選手、四三三のアンカーの選手の役割ですね。だからまあビルドアップの時にはアレクサンダー・アノールドが来るんでまあちょっとずれてこの二人で作る。守備の時にもまあどっちかというとこう,こう下がっていくから。 こういういう、ねまあ、アンカーの役割ですね。でチームの中ではマカリステルのバックアップの一人目っていう位置づけだと思いますだからカップ戦とかは先発で使われてますし、はいまあ、今ね敵応期間じゃないかなというふうに思います。でギリギリで移籍が決まった選手なんで まあそういう意味では鎌田もそうですしまあアーセナルだったらまあハバーツはもうちょっと前に来ましただろうけどその適応チームの中でえどれぐらい場所を見つけられるかっていう意味でのうん助走期間にあたるのかなっていう感じがします。でまあカップセルに出てればえー プレミアリーグとかの重要な試合でレギュラーに出るっていう可能性も出てくるとは思いますが、えー、同じくいうベンチスタートで途中から出てくる感じになってる富安アーセナルの富安と比べるとまあはっきり言った立場はかなり悪いなぜなら富安は右でも左でも場合によってはセンターフォワードもあるいは偽サイドバックみたいなことも できますよっていうことで持っている有効なカードとしてどこでも使えるっていう有利さがあるんですけど遠藤の場合はマーカリステルに勝たなないいとポジションが多分ない例えば遠藤が祖母スライみたいなポジションできるかっていうとじゃあアレクサンダー・アーノルド入ってきました外に開いて。 ウィングみたいなことできるかっつったらち、まあ、ちょっっとミススキャストになっちゃいますよ、ね、そうすると、まあ、センターバックやるって感じでもないだろうしフォワーはもちろんやんないだろうしここで、あのー、ボールをさばく能力ももちろんエンドはあるんですけど、まあ、今のところはマガリステルの方がちょっと上なんじゃないか り捨てるもかなり批判は浴びているようですがここのバッックアップ例えばここボランチ2人いればエンドバカリステルって話はついちゃうんですけど何しろビルドアップの中心がこれですからこっちは前に行かなきゃいけないんですよどうしたって。そうすると こここにこういう役割を遠藤がやるかっていうとやっぱりここになっちゃうんですよね。だからマカリステルに勝つしかないっていうのが今の立場なので冨安に比べるとかなり間口は狭くなっちゃってますえっと似てます。 守備のデュエルに関しては遠藤の方がややいいかなただあの組み立てに関してはマガリステアの方がいいと思います。ただ単純にマガリステアってここじゃなくてここもできる選手なんで1個上げちゃえば遠藤ここでアレクサンダー・ナルトこれで多分解決だと思うんですね。 えーえー、と思うんですが今のところはそれはやってない感じですね。まあ、とにかくリバプー,ールはいっぱい選手がいるんで、えー、ソボスラインについてはすごくもう、まあ、確定的なのはファンダイクと、まあ、コナテもほぼ確定かなでアレクサンド・アノーノルドは絶対。で左ががまだ今ロバートソンが 出てななかかっったりするんんでちょっと不安分かんないマカリスターはほぼ決まりなんだけどあのかなり批判はされているソムスライはすごくよくやってるのここもかわくてでよく分かんないのがフラワーメルク、えー、ソムスライみたいにこういう役割ってあんまりないんですよ普通に左のインサイドハーフやってるんだけどそこまで活躍してるかっていうと。 えー、まあ無難にやってるっていうぐらいの状況です。でルイス・ディアスいなくなりましたけど怪我で、えー、ジョタがいますし、えー、ダルビン・ヌネスも、まあ、頑張ってるし、まあ、サラは絶対ですねこれはね。いくつかまだ分からないポジションがたくさんあるのでじゃあ学ポとかどこ行ったんだとかカーティス・ジョーンズとかたまにここやったり。 したりエリオットが入ったりしたりいろいろいろんな選手がいるんでそういう部分の兼ね合いにもよるんじゃないですかね例えばフラフェンベルクがちょっと全然ダメだぞってなってきてバカリズムリ1個あげようじゃ遠藤君を入れようってなるかもしんないそういう周りとの兼ね合いもあるし遠藤自体が別に悪いプレーをしてるわけではないし。 クオリティ的ににもそんなな大きな問題があるわけではなまあ本当はリバブルは改正で取りたかったんでしょうけど緊急補強としては悪い補強ではなかったと思うんですけどまだ適用するのに多少時間かかるだろうというのと出場するのはちょっと大変な状況にはなっているということです。